どうも皆さん、こんばんは。スパイファミリーでおなじみ、アーニャです。アーニャピーナッツが好き久しぶり。久しぶりです。見た？スパイファミリー、全部は見た？はい。ああ、はい。見ました。まあ、当たり前だよな、それ。あんだけ売れてんだよ。2期も始まって、うん、そうですよね。2期もね、はい、まあ人気だよね、はい、まあ当たり前だわな、それスパイファミリーちょっと天狗になってます、アーニャさんなってないますあ、ってなってないけど、はい、でも、アーニャスパイファミリーのアーニャ、はい、これ、覚えてるということで、はい、今日は一体何をするます、ボンドボンドじゃないですボンドボンドじゃないですでっかい犬じゃないですボンド、うん、今YouTube ショートとか TikTok で流行ってるものが流行ってる、うん、ロリガミレクイエムロリガミレクイエムはいなんか曲に合わせてダンスを踊るっていうのが流行ってて、はい、あーそれが流行ってる、うん、はいはいそれスパイファミリーとどっちが流行ってる結構競ってるかもしれないいやでも負けず劣らずじゃないですか、うん、やっぱアーニャさんぐらいキャッチーなんですよえぇ、ー、折り紙レクイエムがちょっと一回じゃあアーニャ見てもいいはいどうぞどうぞあそれですまあまあ確かにキャッチーで、はい、まあ分かりやすいじゃあ分かりやすいけどまあアーニャほどではないわ、うん、天狗だなアーニャほどではないわなじゃあ早速、はい、アーニャそのロリガミレクイエムダンスしてにゃー終わった人あーにゃという、うん、そんなのあるんだダンス、はい、そうですただ普通にやっても企画性がないのでまあまあまあ、うん、今日アーニャさんに60分で覚えてもらってあ覚えとくからはい、はい、アーニャだってまだダンスしっかり見てないよ振り付け今曲聴いただけですもんね、うんうん、だからその60分でそれをもう覚えて60分だったらもう一回撮影しますえっそれが今日のアーニャの企画はい、はい、そうです60分チャレンジです今日はそりゃアーニャじゃないとダメだったかなスパイファミリーのアーニャだけどいやだからこそですよアーニャさんぐらいならそれぐらいのね縛りじゃないですけどあった方が盛り上がるんじゃないかなといいこと言うね君名前なんて言うの名前なんて言うのあもう役者だってこれどんだけ売れたと思ってんのアーニャはいもういけるよ早いって早っえアーニャもういけるよそう中居君がちょっと見て踊れるみたいな「いいとも」で「俺いけるよ」みたいなあったけどアーニャいけるよ3、2、1、スタート。2期のオープニングだから。無理なんだけど。あれ？え？よく見たんだけどさ、はい、無理だったんだけど。よく見た。これは使っていいよね。この速度をさ。ああ、ゆっくりな。ああ、もちろんもちろん。の、しゃばったらみたいなのでやっても、ああ、もちろん。完成すればいいってことでしょ、はい、今回。そうですね。いや、ぼーっと見てないで水とかさ。アーニャゾ。アーニャゾ。アーニャゾ。我、アーニャゾ。シャイが。聞こえまーす聞こえてるじゃん女性クリエムはいおーいいじゃないですかいい感じじゃないですかいや、こんだけ練習したし、いけるいきますアーニャの本気見せるますよし、はい、じゃあ行きますアーニャダンスが好きよし3、2、1だからクラクラいいってやんなじゃあ今度本気でいくからねスローパンでね、はい、ちゃんといきましょういくよいくよじゃあ3、2ちょっと見てみよう見てみよう見てみようえ、どう行くよはいはいすごいどう？あ、すごいすごい。ほら。あ、いいんだ。もっと？いやでもまだいける気がします。もっと上目指す？もうちょっと行きましょう。分かった。じゃあもうちょっと行くか。
いけますか、アニャさん。うん、大丈夫、いける。アニャこれからダンスで食ってくし。3、2、1。全然ダメだ。全然ダメですか。え、誰このキモいおじさん。あなたです。2倍でいくってこと。なんかもうちょい早く。あ、賢い賢い。結構遅いから。あ、ちょっと2倍でいこう。2倍で、うん、間違えちゃった。間違えちゃった。ダンス疲れます。パサパサになるから。ピーナッツ食べて。あんま適してないけどな。あ、こぼしてる。あ、ねえな。決めるよ。はい、行きましょう。はい、スパイかけるファミリー。よし、行こう。いいと思う。いいと思う。いいと思う。アニャの今の良かったと思う。悪くない悪くない。おう、おう、あ、いい、表情もいいな。いい表情してる。ここがでも早いとごちゃごちゃしちゃうね、最後。そうですね、そうですね。まあ、とりあえずこれは投稿しよう、もったいないから。うん、アーニャ、ダンス、すこ好きって言え。アーニャ、でもこれじゃプロ意識が高いから満足しないよ、これやっぱり3倍で、はい、完璧なダンスをゆっくりにして、こうキレキレな角度とかをちゃんと作ってやった方がいいのと思います。なにゲップしましたよね。うん、言ってないです。したって。なんかそう怒ってるけど、はい、ちょっといじめて、そういうとこでアニャのそういうとこ見て興奮したいみたいな。違う違う違う、ね、ないないない。え、わかっからね。え、読めばわかっからね。え、今何考えてるか分かる。何考えてるんですか。もう悪いと思ってるよ。本当に伝わってた。もう一回ろ、もう一回行きましょう。クッション舐めたくない。だから。何、ちょっと、ちょ、もうわかるでしょ、俺らが何を思ってるか。あれでしょ、なんか気に食わないでしょ、アイネのことが。アーニャが売れすぎちゃって、何でもできるのが悔しいから。そういうとこさ、ちょっともう別にいいのにいちいち突っかかってくるんでしょ。わ、若っからね。同い年で昼間からコスプレしてるやつに嫉妬しない。僕たち。いや別に分かるよ。そんなこと言ってるけど、口ではいくらでも言ってて、アーニャ分かるからね。別に もう読んでください、僕らのところ。いいですよ。はい、次真面目にいく。ちゃんと読めてるな。特にお前そんなことは考えないでくれ。よし、3、2、1。いい、いい、いい、多分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 いい。ポーン。ポーン。なってます、ちゃんと。すごいすごいすごい。めちゃくちゃ良かったですよ。うん、ちょ、ミスります。スロー段階は良さげでしたけど。はい、あー、すげえすげえすげえ。いい。うわ、おー、すげえ。おー、ここもめっちゃいい。あー、いい、キレが。あー、すげえ。おー、めっちゃいい。できたわー。やったー。ということで、アニャの1時間以内に TikTok チャレンジ成功ます。アニャ、ダンスマジ好き。いや、でもさすがでした。さすがです。いや、さすがだったね。すごいですね、本当に。なんだと思う、なんでだと思う、なんでここまでできると思う。アーニャさんが、うん、プロだから。ああ、よくわかってきてる。言わされたな。よくわかってきてる。撮影通して言わされたな。ええ、ここ気持ち悪い。君、名前なんていうの。村上スタッフ。村上、うん、覚えておくよ。あの、スケジュール空いてるかな。あ、はい。なんか5話あたりちょっと出てよ。アニが言うと怖がりでいると。やった。君は終わった人、僕の